攻撃権はそのままノービス。敵陣44ヤードから3ダウンの攻撃。さあファイナルクォーターに入ります。第4クォーター、ノービスサーダウン4。サスペアーズナイスディフェンス。ここでダイレクトスナップを受けた4番左オープンに展開しようと、左オープンに展開図りましたが、4番菊野啓太のランプレーでしたが、ちょっとサスペアーズ20番がチャージかけまして、約4ヤードロスです。福西翔太の素早いタックル、見事な対応しましたのはサウスベアーズ、5ヤードのロスです。20番の福西でした。ノービスフォースダウン、ノービスフォースダウン8、パントフォーメーションに変わります。ガイボ様、メッセージありがとうございます。ノービスのへの応援メッセージありがとうございます。ナイスパー。ここで攻守交代。ここでノービスパントを絶妙に蹴り込みまして、相手のリターンを阻止しました。結果的にサウスペアーズは自陣10ヤード付近からの攻撃に変わります。京都サウスペアーズ自陣9ヤードからファーストダウン10。ノービス得点には至りませんでしたが、しかしいい位置で攻撃上等になっています。サウスペアーズこれを突破できるでしょうか。ボールオン自陣9ヤードからのファーストダウン10。さあまずランが出た。ナイスラン、ファーストダウン。京都サウスペアーズファーストダウン。ランニングバック42番バントを捕獲されまして、右を2袋突破、相手ディフェンスの間をすり抜けるように攻撃権更新果たしております。サウスペアーズファースター、見事なランを決めましたのはサウスペアーズ42番の高橋でした。ファーストアンテン、サウスペアーズ自陣21ヤードからのファーストアンテン。再びランプレー、今度は左オフガード付近をつきました。しかしこれはノービスもディフェンスに対応しており、ノーゲインとしております。ここはノービスディフェンスの集まりが早くノーゲイン。サスペアーズセカンドダウン10、ボールオン自陣21ヤード。京都サスペアーズセカンドダウン、パス成功、しかしナイスカバー、パス成功、左に展開した9倍のパスを投じました。これが通りましてゲインとなっています。しかしこれをノービス2番も見事対応し、ゲイン5ヤードでとどめております。ゲインは5ヤード。パスを取りましたのはサウスベアーズの9番の岸でした。サスペアーズサーダウン5、ここでホイッスル。チームタイムアウト、京都サウスペアーズ後半1回目です。京都サウスペアーズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。後半1回目のタイムアウト要求です。さあこの最終クォーターに入りまして、双方ともさまざまな思惑が錯綜しています。サウスベアーズとして見れば残り時間をできる限り早く消化し、この有利なまま試合を終えたいという形でしょう。できる限り時間が流れやすい中で倒れるプレーを主に展開しています。ノービスとしてはなんとかこれを阻止したいというところでしょう。そしてノービスはその残り少ない時間をいかにして有効活用し、この残りの2タッチダウン差を跳ね返すかという形がこれから求められます。
さあ、そのためにはなんとか攻撃権を奪取したい。京都サウスベアーズサードダウン。サウスベアーズサードダウン。まで残り5ヤード。パス成功。判定はどうか。パス成功。さあ、攻撃権更新になったか。京都サウスペアわずかに残っているフォースダウンと変わります。凛太郎からワイドレシーバー1番深田達也のパス成功。5ヤード近くでパスは成果していますが、しかしトータル10ヤードの獲得に至っておりません。フォースダウンです。4回目の攻撃に変わります。京都サウスペアズの攻撃はフォースダウン、ラストダウン。サウスペアズパントフォーメーションを取りました。さあ、これはどうなる。タッチダウン。タッチダウン、ノーピース。ここでビッグプレイ。サウスベアーズスナップが見られました。パンターその蹴るタイミングを失いました。なんとか蹴り出したというところでしたが、このパントノービスブロック。浮いたボールはそのままエンドゾーンに転がるため、エンドゾーンでノービス6番が抑えたことによりタッチダウンとなります。ノービス6番のパントリターンリカバータッチダウンにより6点返しました。見事これを決めましたのは6番の岸田でした。これよりトライフォーポイント。そしてタッチダウンを上げたことによりノービストライフォーポイントに入ります。さあ、2ポイントいった。しかしこのプレーは不成功。トライフォーポイントは不成功。ここでキックを蹴らんというところ、それをフェイクにし2ポイント交番上コンバージョン2点を狙いに行きました。これをノービス89番わずかでもトンスさんを返さんというところでスペシャルプレーを投じましたが、しかしこれはサウスペアーズ阻止しておりまして6点止まりノービスになっております。しかしノービスタッチダウンを返しました。ノービス6点サウスペアーズ14点、その差8点と変わりました。トライフォーポイントボーナス点はありませんでしたが、先ほどのタッチダウンによりノービス第4クォーター6点を獲得しています。ただいま得点したノービスのキックオフ。もがみ様、あゆう様、その絶叫ともいえるコメント非常に共感できます。素晴らしいビッグプレーがノービスに生まれました。さあ、これが突破口となるでしょうか。ノービスキックオフに入ります。オンサイドキックが入った。しかしこれを抑えたのはサウスベアーズ。リターンしている。ここでホイッスルが鳴っています。反則の発生です。ここでノービスは勝負を仕掛けました。オンサイドキックです。キックオフはその蹴った位置から10ヤード前進していればどちらのチームが抑えても構いません。この権利を生かしまして短いキックを蹴り自分たちが攻撃権を得んという非常にリスキーですが攻撃的なオンサイドキックを敢行しました。しかしこれを取りましたらサウスペアーズ20番一気に逆にリターンしまして相手陣入ったところですが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ただいまのプレーキッキングチームにオフサイドの反則がありました。オフサイドの反則がありました。リターンした地点のボールデッドの地点より5ヤード抜体しまして、こっちはファーストダウンです。先ほどのプレーキッキングチームであるノービスにオフサイドの反則がありました。キックを蹴る前に選手がキックラインよりも超えていたという反則です。この場合リターンチームはボールデッドした地点からの5ヤードの前進を得る形の
反則成功を選択いたしました。このリターンが終了した時点で、先ほどのリターンが非常に効果的だったという判断で、これを最も有効な形で利用する形にしました。従いまして、京都サウスベアーズ相手陣9、8ヤードからの攻撃に入ります。京都サウスベアーズ5ヤード前進して、見事この状況を素晴らしいリターンで覆しましたのはサウスベアーズ20番の福西でした。さあ、これを生かしていきたいサウスベアーズ相手陣18ヤードからのファーストアンテ、さあまずランプレーから入った京都サウスベアーズクォーターバック17番が自ら中央トップを図らんという状況でしたが、これはノービス食い留めております。1ヤードの原因で止め、1ヤードで止めています。ノービス99番上田光大でした。仕留めたのはノービスの99番の上田。京都サウスベアーズセカンドダウン、サウスベアーズセカンドダウン9。これもノービスナイスディフェンス。今度はラジオカップ8番のランプレーで左オープン展開図らんというところでしたが、これはノービスの3番が仕留めまして、このランを阻止しております。サウスベアーズサーダンに変わります。しかしこのプレーではノービスのディフェンスの集まりがよくノーゲイン。京都サウスベアーズサードダウン。さあサーダンの攻防に入ります。残り9ヤード、京都サウスベアーズサーダン9、ボールオンは相手陣17ヤード。パス成功、タッチダウン。サウスベアーズ追加点。クォーターバック17番中村凛太郎から、ワイドレシーバー2番白木雄太へのタッチダウンパスが成功。9番攻めながらこのパスをキャッチしまして、エンドゾーンに飛び込んでタッチ。第4クォーター6点追加、サウスベアーズこの状況見事にタッチダウンで完結しました。6点獲得し20点となっています。そしてトライフォーポイント、タッチダウンとのワンプレーに入ります。これをキッカー65番見事に仕留めまして1点追加。京都サウスベアーズトライフォーポイントはキッカー65番荒川武俊のキックが成功。ノービス6点と変わりました。ポイントアフタータッチダウン、さらに1点を追加し、見事タッチダウンを決めました。タッチダウンパスを通したクォーターバック17番は中村、それを仕留めましたワイドレシーバー9番の岸でした。非常に目まぐるしい攻防がありましたが、しかし現在サウスベアーズが再び2タッチダウンのリードを奪った形になっております。しかしノービスの先ほどビッグプレーで一つタッチダウンを返しております。同じくここでもそのプレーに期待したいところです。サウスベアーズキックオフ、さあリターンに入るノービス、振り切っている、さあどこまで行く、ナイスリターン、反則の発生、ここでイエローフラッグが発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ホールディリターンチーム99番反則地点より10ヤードのバッタイです。ノービスファーストダウンです。リターンチームに反則がありました。ホールディング相手選手を掴んでいたという反則です。10ヤードのバッタイを受ける形になります。しかし攻撃権はノービスに移ります。6番岸田光輝が大きくリターンをしておりましたが、そのリターン中にノービスにホールディングの反則、先ほどから高リターンしておりますのは6番の岸田です。反則地点から10ヤード抜退したところから攻撃開始となります。
ノービス自陣34ヤードからファーストダウン10。ノービス自陣34ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。クォーターバック54番、中央におりましたワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、しかしパスがショートし不成功となっています。ノービスセカンダウン10、ボールオンは自陣34ヤード。ノービスセカンドダウン10。成功、ファースター、ファースター、クォーターバック54番、右に展開した10番にパス、54番富山明夫から相手ディフェンスがパスを一旦チップしましたが、この不足な状況をしかし10番見事対応しキャッチして攻撃権更新です。ノービスファースター、見事なキャッチをしましたのはノービス10番の長尾でした。ノービス47ヤードから新たにファースダウン10。ノービス自陣47ヤードからファースダウン10。パス不成功。今度は中央切り込んできたワイドレシーバー10は不成功。18番にパスを取らせキャッチアンドラン図らんというところでしたが、これはディフェンスカバーよくパス不成功になっています。しかし前パスが失敗した場合は時計が止まります。できる限りの時間を確保せんという効果的な攻撃を展開しています。ノービスセカンドダウン10。ノービスセカンドダウン10。クォーターバック、ここでターゲットを見つけることができなかったためスクランブルに転じようとしました。しかしこれをサウスベアーズカバーよく抑えており、ゲイン1ヤードにとどめております。中で倒れた場合は時計が回り続けます。強いのランプレー、ゲインは1ヤード。ノービスサーダウン9。ノービスサードダウン。パス不成功。パス不成功の判定です。ここで左に展開したレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスキャッチせんというところをサウスベアーズ22番書き出すようにパス不成功に変えました。パス不成功でフォースダウンに変わります。ノービスフォースダウン。ベレニーマカ様、メッセージありがとうございます。ラストダウンです。が飛び交っているということですが、で残り、これが日本一決定戦につながる非常に重要な一戦、その白熱した攻防は感情にも表れています。さあしかしここでビッグプレーが出た。インターセプト、ターンオーバー。反則が発生しています。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。このプライベートリフットボールリーグ自体はいわゆるプロを目指すような形ではありません。あくまでアメリカンフットボールを愛し、アメリカンフットボールを競じたいという方々の集いによって行われている競技ではあります。しかし純粋にアメリカンフットボールに熱中したいという方々の集まりではあります。その思いは決してトップ層に、劣らないと私は思います。ただいまのプレーリターン中の反則です。パーソナルファール、不正なブラインサイドブロック、
リターンチーム3番反則地点より15ヤードバッターにしまして京都サウスベアーズのファーストダウンです。この反則はリターンがありました際にリターンチームにあるサイドプレーサウスベアーズに反則がありました。ノービスフォースターの攻撃でブラインドサイドブロック後ろからのブロックをしたという反則です。パスを投げましたらこのパスを京都サウスベアーズボールを持っているチームは相手選手を背後からボールを持っていない選手の背後から当たってはいけません。インターセプトの後のリターン中に反則がありました。視点から10ヤード下がった形になりますがしかし攻守交代は成立しております。攻撃権変わりましてサウスベアーズの攻撃に変わります。ペナルティは15ヤードとなります。反則地点から15ヤードバッターを果たしましたのはサウスベアーズ32番の山下でした。京都サウスベアーズ自陣42ヤードからサウスベアーズに攻撃変わります。サウスベアーズ自陣42ヤードからファーストダウン10。京都サスペアスファースアンテン。さあランプレー入った。しかしここはノービス踏ん張る。ここでホイッスル。チームタイムアウト。ノービス。後半1回目です。まずサウスベアーズがここでランプレーを投入しました。ここでノービスが後半結果的に1ヤードロスですが中で倒れているため時計が回り続けます。これをノービス阻止するためにここでタイムアウトを取りました。ノービスとしては残り時間を何とかして確保したいという状況で守備でタイムアウトを取った格好です。時計誤りはありましたが現時点での残り時間は試合時間残り32秒となっています。京都サウスベアーズセカンドダウン。さあ試合再開。サウスベアーズセカンドダウンイレブン。さあこのパスどうか。パス成功。パスは取ってる。パス成功。パスダウン。なんとここでサウスベアーズパスを選択しました。失敗し時計が止まるという状況をあえてロングパスを投じます。そのパスを89番ディフェンスセリエながらキャッチしまして見事攻撃権更新です。サウスベアーズパスダウン。セリエながら見事キャッチしましたがタイトエンドの89番の石田でした。8ヤードからファースアンテン。さあ相手陣38ヤードからのサウスベアーズファースト3点。ここでランプレーを選択。京都サウスベアーズランニングバック42番高橋レオのランプレー。42番約5ヤードから4ヤードのゲイン。中で倒れているため時計が回り続けています。時計が刻一刻回っております。まもなく試合時間残り2分を切ります。京都サウスペアーズセカンドダウン、 6。試合終了まで2分を切りました。ナイスラン、ファースト。京都サウスベアーズファースト。ここで再びランプレー。今度もランニングバック42番高橋レオのランプレー。中央を切り込んで攻撃権更新です。サウスベアーズファースト。見事なランを重ねているのは42番の高橋でした。さあこれにより攻撃権は更新しております。京都サウスベアーズ敵陣17ヤードからサウスベアーズ相手陣10、8ヤードからのファーストアウト。ここでホイッスル。チームタイムアウト。京都サウスベアーズ。ここでサウスベアーズがタイムアウトを取りました。後半2回目です。サウスベアーズ制限時間ギリギリまで時間を消費してここでタイムアウトを取りました。
双方とも残り時間をかけたさまざまな策略が交錯しております。サウスベアーズとしてはできる限り時間を消費し、そのまま試合を終えたいという状況でしょう。目いっぱいの制限時間を消費する戦略を取っています。ノービスとしては何としても早い段階で攻撃権を得たいという状況ですが、しかしその攻撃権は現在サウスベアーズにあります。取り返すことができるでしょうか。試合再開です。サウスベアーズ相手陣10、7ヤードから京都サウスベアーズファーストダウン。フォーメーションを変えました。ビクトリーフォーメーション、時間を消費するための特化したフォーメーションを取っています。2ダウン、クォーターバックスナップを受けてすぐに膝をつきまして、ランプレーとしてこのプレーを終わらせています。刻一刻その時間がなくなっていっております。ノービスはタイムアウトを取ることはないようです。サウスベアーズセカンダー、再びビクトリーフォーメーションのリーダー、再び2ダウンでゲームクロックを進めます。残り時間10秒を切りました。ここで試合終了です。試合終了、ゲームオーバーです。ここで試合終了です。ご覧いただきましたように試合終了となりまして、ノービス6点、京都サウスベアーズ21点で京都サウスベアーズの勝利。第30回西日本ファイナルは京都サウスベアーズ6対21で西日本代表権を獲得する形に成功いたしました。サウスベアーズ見事な試合運びでこの大一番を制する形になりました。これにより勝者京都サウスベアーズは1月28日日曜日、ここ MK タクシーフィールドエキスポにて行われる第30回プライベートフットボール全日本選手権大会オーシャンボール出場決定戦に出場し、中日本支部代表金沢バイセンベルクとオーシャンボール出場をかけて対戦いたします。ノービスも奮闘しましたが、しかし惜しくもここで今シーズンを終えた形になります。しかし素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。両チームの選手関係者は正面スタンド前にご整列ください。これより表彰式に移ります。モン様、サウスベアーズ優勝おめでとうのメッセージ、まさに京都サウスベアーズに素晴らしい祝福の言葉だと思います。メッセージありがとうございます。アイウェア様、メッセージありがとうございます。素敵な配信と言っていただいて非常に光栄です。できる限りこの熱戦をお伝えできればと思いましたが、伝わったようで非常に嬉しく思っております。選手の皆さんも本当に素晴らしい戦いぶりでした。かっこいいというメッセージ、その通りに素晴らしい戦いだったと思います。その両チームを祝福しまして、これより協会によります表彰式が行われます。ただいまより西日本ファイナルの表彰式を行います。優勝京都サウスベアーズ、優勝いたしました京都サウスベアーズには JPFF 日本プライベートフットボール協会西日本支部
八木西日本副支部長より優勝カップが授与されます。これより優勝西日本ブロック優勝を遂げました京都サウスベアーズに JPFF 八木副会長様から優勝トロフィーが贈られます。京都サウスベアーズおめでとうございます。同じく優勝いたしました京都サウスベアーズには西日本支部村上事務局長より優勝トロフィーが授与されます。続きまして同じく優勝しましたサウスベアーズに優勝トロフィーが授与されます。村上事務局長からお渡しいただきました。続きまして準優勝ノービス。準優勝いたしましたノービスには引き続き村上事務局長より準優勝トロフィーが授与されます。そして惜しくも準優勝となりましたが準優勝になりましたノービスに受賞トロフィーが村上事務局長から贈られました。これより個人賞の表彰に移ります。ベストオフェンス賞を発表します。ベストオフェンス賞は安定したクォーターバッキングで勝利に貢献した京都サウスベアーズクォーターバック17番中村凛太郎選手です。これより個人賞です。受賞いたしました中村選手には本日のトロフィーをご提供いただきました株式会社キュービークラブリュウ様よりトロフィーが授与されます。株式会社キュービークラブリュウ様からトロフィーが渡されました。おめでとうございます。次にベストディフェンス賞を発表します。ベストディフェンス賞は OL のみならず DL として幾度もクォーターバックにプレッシャーを与え続けた京都サウスベアーズオフェンスラインディフェンスライン背番号68番田中裕樹選手です。ベストディフェンス賞は受賞しました田中選手には同じくキュービークラブリュウ様よりトロフィーが授与されます。受賞おめでとうございます。最後に最優秀選手賞 MVP を発表します。最優秀選手賞 MVP はディフェンスでも多くのタックルを記録しオフェンスでは2タッチダウンを獲得した京都サウスベアーズラインバッカー背番号8番上山陽平選手です。そして MVP は京都サウスベアーズ8番の上山選手が受賞です。上山選手には西日本支部八木西日本副支部長よりトロフィーが授与されます。 JPFF 八木副支部長から受賞トロフィーが出されました。おめでとうございます。皆様おめでとうございました。続きまして JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会西日本支部八木西日本副支部長より皆様に一言ご挨拶申し上げます。両チームの皆様、天候に恵まれた中白熱した試合をありがとうございました。また京都サウスベアーズの皆さんは、2001年以来のオーシャンボール出場を目指して2週間後の金沢ワイセンベルクとの対戦が控えている中でまたシーズンは長く続きますが2週間後我々も期待しております。で2000年以来のオーシャンボール優勝を西日本の方に持ち帰ってきてくれることを楽しみに期待しておりますのでこれからも精進していただいて頑張ってください。ありがとうございました。本日お寒い中観客席にお運び足をお運びくださいました皆様本日もありがとうございました。また2週間後白熱したいいゲームを期待していただいて足を運んでいただけたらなと思っております。今後とも何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。 JPFF 八木副以上をもちまして表彰式並びに閉会式を終了させていただきます。ありがとうございました。両チーム素晴らしい熱戦をありがとうございました。
西日本のチャンピオンを決めるふさわしい一戦だったと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この子たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。 JPFF の皆様ありがとうございました。その配信を本日実施させていただきましたのは私、道楽やり者でした。機会許されるようでしたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。